カディスはアンダルシア州カディス県のムニシピオ、カディス県の県都である、スペイン南西部の港湾都市として重要な役割を果たしている、カディス司法管轄区に属する、大西洋に面するカディス県の海岸はコスタデラルスと呼ばれる。紀元前10世紀頃、地中海交易で活躍していたフェニキア人が築いた拠点がカディスの起源とされ、フェニキア人によってガリルと称された。 当初は、イベリア半島の一部ではなく、半島から離れた小島だったと考えられている。土砂の堆積などによってやがて、イベリア半島と結びついた。古代ギリシア人にもカディスは知られており、彼らには、ガデーラとして記されていた。その後ローマ帝国、西ート王国の支配を経て、イスラム勢力による征服を受けた。しかし13世紀半ば、 レコンキスタ運動の元カスティーラ王国のアルフォンソ10世がイスラム勢力からカディスを奪い再びキリスト教勢力の統治下に置かれたその後カスティーラ王国とアラゴン王国が合併してスペイン王国が成立したことに伴いカディスはスペイン領となった大航海時代街はルネサンスの影響を受けたクリストファー・コロンブスがカディスより 第2回目と第4回目の航海に出た。後にカディスの街はインディアス艦隊の拠点校となった。その結果、街はスペインの敵国、特にイングランドの主な攻撃目標となった。16世紀にはバーバリ海賊らによる度重なる侵略の失敗もあった。1569年、旧市街の大部分が大火に見舞われた。1587年4月、 イングランド海軍軍人のフランシス・ドレークによる侵攻で港が3日間占領された。多くの店舗と31隻の船が破壊され、6隻の船が打破された。この攻撃でスペインのアルマダの浸水式が1年遅れた。1596年、町はエセックス博、ロバート・デバルート・ノッティンガム博、チャールズ・ハワードによる侵略に苦しんだ。チャールズ・ハワードは、 町の一部を摂取したが、町や港を支配することは不可能であった。さらに1625年、バッキンガム公、ジョージ・ビリアーズがカディスの侵略を開始したがスペインに撃退された。1654年に開始されたエ日ニス戦争では、1655年から1657年の間、ロバート・ブレイク提督がカディスを封鎖した。 1702年のカディスの戦いでイングランドは、ジョージ・ルークや、オーモンド公、ジェームズ・バトラーの指揮下で再度攻撃を仕掛けたが、包囲するための多額の費用負担が生じて死終した。18世紀初頭のスペイン継承戦争で、ブルボン家のフェリペ5世のスペイン王位が承認されると、商業活動の進行を図るボルボン家の下でカディスは、さらに発展する。 18世紀、グアガルキビール側のサスが生じたことで、スペイン政府は、スペイン領アメリカとの貿易を独占してきた上流の、セビリアから、大西洋へのアクセスの良いカディスに港を移した。この間、町は、アメリカ大陸との貿易が、スペイン全体の4分の3を占め、黄金期を迎えた。カディスはスペインで最も素晴らしく、国際的な町となり、海外との貿易拠点となった。 その中で最も裕福だったのはアイルランド系のコミュニティであった。現在の旧市街の歴史的建造物の多くはこの時代のものである。1812年憲法の記念日しかし18世紀末に町は再び襲撃を受けた。1797年2月から1798年4月までイギリスがカディスを包囲し封鎖したが、これも戦費が原因で失敗に終わった。 サンタクルスでの敗北から戻った法令書、ネルソン提督が1800年に町を爆撃した。19世紀のナポレオン・モナパルトの時代、カディスはスペインにおいてフランスの侵略に対抗できた数少ない町の一つであり、カディスにはその支配は及ばなかった。そのため、カディスのサンフェルペネギ協会で国民議会が開催された。これはスペイン初の近代議会とされる。 国民主権を確認し、それまでの身分制社会における封建的諸制度を撤廃し、1812年憲法が採択された。しかし、スペインに戻ったボルボン期の国王は憲法に理解を示さず、絶対君主として振る舞おうとした。こうした歴史的経緯と、それまでに培われていた自由を重んじる気風から、19世紀のカディスは自由主義的な運動の発端となった。 ウィーン体制の発足後、ボルボン家の復興を成果で1820年より、ラファエル・デル・リエゴのもとで自由主義的改革が図られた。また、1868年の9月革命でボル、ボン家の国王が亡命する際も、カディスでの放棄がその契機となっている。20世紀には、マヌエル・アサーニャの人民戦線内閣に対して、スペイン領モロッコで放棄したフランコが、 モロッコとイベリア半島を結ぶ重要な拠点として早期に占領した大西洋に面する港湾都市。紀元前より貿易港として栄え、現在も工業製品やドウ酒など様々な商品が積み出される。アフリカなど各地へ向かう船も発着する。近隣の都市としては約25キロ北西のヘレスデラフロンテーラ、85キロ南東のアルヘシーラスなどが挙げられる。 ナバンティア国営造船所の工場があり、内外向けの艦艇の製造が行われている。カディスは暑い夏で、地中海気候である。夏の夜は、熱帯性であるものの、昼間の気温は、ヘレスデラフロンテーラーやアンダルシアの非常に暑い、内陸部などと比べると、比較的に穏やかである。カディスは半島に位置し、とても美しいビーチがいくつかある。プラジャデラカレータは、 カディスで最も愛されているビーチである。類いまれな美しさとバリオデラビナから近くあるため、常にカーニバルの歌で述べられる。二つの城、サンセバスチャン、サンタカタリーナの間に位置する旧市街のビーチである。カディスの深区にあるプラジャデラビクトリアは、カディスの観光客と先住民に最も訪れられるビーチである。ビクトリア浜の寸法といえば、 約3キロメートルの長さで、平均幅5 0ルの砂もある。プラジャデサンタ、マリーアデルマル、またはプラジータデラスムヘレスは、カディスの小さなビーチで、ビクトリア浜とカレータ浜の中間に位置している。カディス級市街の素晴らしい景色を眺めることなどできる。その他の浜辺として、トレゴルダやコルタドゥーラやエルチャトなど挙げられる。自治体市長は、 アンダルシア国民党のテオフィラ・マルティネス自治体表議員はアンダルシア国民党17アンダルシシア社ー党7アンダルシア統一左翼3となっているカディス CF がカディスを本拠地とするサッカークラブリーガイスパニョーラに属するありがとうございます